はい、どうもプラレでございます。今回もやっていきましょうということですね。今回はですね、今スマホ版のにゃんこ大戦争のね、画面なんですが、今回はですね、スマホ版のですね、次来るであろうアップデートの情報のね、ごく一部なんですが、それについて今回お話ししていこうかなと思います。で、とりあえずですね、まあ、今回あの運営さんのですね、まあ、インスタグラムの方ですね、今回1枚の画像の方をですね、確か載せてあったん で、それの方をね確認したところ、まあ、それがですね、まあ、次のアップデートの方で追加される機能なのかなって思うんですが、まあ、ちょっとね、画像の方でも載せてあるかなって思うんですけども、まあ、こちらになります。で、ちょっと比較してみましょうか。今現在の、まあ、パーティーのこのスロットですね、編成スロットの画面なんですが、右上の方にですね、まあ、本来は何もないんですよね、経験値のところですが、次の経験値じゃないよ、次のアップデートの時ですね、にゃんこ法の方が、まあ、ここで自分でね設定できるっていうね、まあ、機能の方が多分追加されるんだろうねっていう感じなんですが、まあ、ここでですね、多分スロット別だから、あのスロット2になったら違うそのにゃんこ法にもできるみたいな、多分そういう機能がつくんだろうなって思いますね。だからあれですね、メタルの敵とかゾンビとかかな、まあ、それにあれですね、それ用のパーティーを作ったとして、でそのにゃんこ法もですね、またいちいちね、やっぱ変えるのがめんどくさいっていう時にそれやっとけばかなり便利っていうのが、多分ざっと言えばそれなのかなって思いますね。まあ、だからまあ、今回ですね、まあ、まだその情報だけしか来ていないんですが、また今後多分ね、便利な、まあ、機能の方が追加されるんだろうなと思います。最近結構あれなんですよね、みんながちょっと不満に思ってる、そのなんかこの機能を増やしてほしいみたいなことを言ってくれると、結構その運営さんがね実際に実装してくれるというかなりね神対応なその運営さんなのでね、今後もまあ便利な機能がどんどん追加されるのかなって思うんでね、まあ、より良いニャンコライフが送れるのかなと思いますね。まあ、ということで、また次回ですね、なんかいろんな情報の方がね、ありましたらですね、まあ、オブラートに包みながらね、まあ、あんまり、ちょこちょこっと隠しながらちょっとね、やっていこうかなと思うんで、今後も良ければ見ていただければなと思います。まあ、引き続きですね、二人でとか、まあ、いろんなところでね、やらなくちゃいけないことがたくさんあるんで、よかったら次回も見ていただければなと思います。この動画が良ければよかったら、チャンネル登録よかったらよろしくお願いします。ということで、次回の動画でお会いしましょう。バイチャ。